楽東港楽東港は韓国政府統治下最長の河川。全長 525km、流域面積23,384平方キロメートル。朝鮮半島東部を南北に走る大白山脈に橋を発し、手具市、富山市などの主要都市を貫流して、朝鮮海峡に注ぐ。京晶北道、京晶南道のかなりの部分と、全羅北道、全羅南道。 カンボンドの一部を流域に含む。河川名の由来は、唐津国の東側に位置していることによる。カンボンド大白紙の皆白山の木池を発、源の地とし、テグ盆地を通って、不山西方で南海に流入する。栄光、金湖光、密洋光、南江などが、落東港に合流する。主要平野は、上流の安藤盆地、中流のテグ盆地、 下流の喜び南平野に分けられるが、落湯港は、傾斜度が緩く、低い丘陵地帯を広く流れるので、氾濫源が発達せず、近海デルタの近海平野を除けば平野が稀である。流域には1969年に南江ダム、1976年に安藤ダムが建設された。近海デルタにある大津宿島は、世界的な渡り鳥の虎市として有名である。 流域には新石器時代の遺跡が豊富に残っており、山間の一つ弁管もこの流域に位置していたと考えられている。一帯は、その後かや、ついで、白木に支配され、落東港は海を介して、日本とも結ばれる重要な水上交通路として利用された。その後も高麗時代、李氏朝鮮時代を通じて、継承道の主要な交通路として機能した。朝鮮戦争初期、 楽東港は北朝鮮軍に対する米韓軍の自然の障壁の役目を果たした。1950年8月3日には、継承北道、ウルシア軍は関与にあった橋が、北朝鮮軍の侵入を防ぐために爆破され、多くの避難民が犠牲になった。1950年秋には、軍事境界線となり、事実上、楽東港は、 北朝鮮軍が達した最南端のラインとなった。京昌南道、少年軍にある牛浦湿原には多くの貴重な生物が生息しており、また渡り鳥の休息所としても知られている。京昌北道、安藤市近郊のダム湖、安藤湖ではバス釣りなどのリクリエーションも盛んである。河口の落つ宿島は多くの渡り鳥の越冬地となっている。川は、 流域の水がめとして機能するが、一方で、家庭、農業排水による水質を抱くも問題となっており、1984年から1985年にかけて、落頭港流域環境保全総合計画が策定されている。1991年3月に、継承北道、亀押にあった、登山の工場からフェノールが下水道経由で流入したほか、 1994年1月には有機溶剤による汚染が、また2008年3月にも京商北道、金泉市の工場火災で、フェノールの流入が確認されている。下流より記載。ありがとうございます。